皆さんこんにちは、フラワーです。今日はですね、このフラワー TV とか N フラワーとか正しい使い方というか、レッスンの受け方というか、まあそういうことをお話ししていきたいと思います。こうお花の世界って割とこう堅苦しいイメージがあるんです。昔からね、まあ、いけばらもしっかり、フラワーデザインスクールもしっかり、こう先生がいて生徒がいて、まあこういうなんかね、堅苦しいイメージがあるんです。僕はね、そういう堅苦しいイメージをこう全部取って、お花を皆さんに楽しんでもらいたいってい こう意味合いで、この N フラワーもフラワー TV も作りました。なぜならこうお花って楽しみながらやった方がこう、ね、上達が早いんですね。だから結構お花の世界って何十年もこう修行を積んでみたいなところがいけばなんとかもあるんですけれども、まあ、実際にこのフラワー TV 見てくださってる方がこう短期間であっという間にこう上達していく。もちろんね、こう N フラワーまで来てくださってる方はもうものすごいレベルの上がり方が早いんですね。それはもう楽しんでやる、で自分の持ってる個性をそのまんま活かせて作れるっていうところが一番大きいです。お花の世界は型にはまりすぎてるんですね、もともとが。でもちろん型はあります。 N フラワーにも型はありますけれども、こうじゃなきゃいけないとか、例えば家元がいて、そのすごい家元がの通りお花を作んなきゃいけないみたいなところがあります。それをやってるといつまでたっても上達はしないんです。自分のそれぞれの人がそれぞれ持ってるものがあります。その持ってる個性を生かした、うちでいうと N フラワーを皆さんが習得していってくださると、どんどん上達していきます。ですから、まあ、このフラワー TV もそうですし、N フラワーの通学講座もそうですし、通信講座もそうです。どんどん皆さんが上達していくのはそこに理由があります。なのでぜひね、このフラワー TV を見て、これからね実際レッスンも習いたいなと思ってる方は、その自分のね個性を生かした講習っていうのを心がけて、レッスンを心がけてやっていくと、どんどん上達していきます。まあ、だから、まあ、このねフラワー TV で僕が作ってるものもそのまんまこうコピーするんではなくて、まあ、自分の中にその中の、ね、1つでも2つでもテクニックを取り入れてやってみる。それが大事だと思います。とにかくお花の世界、実践が大事です。頭でこう考えてももうできないんです。やってみる、やってみたらできたとか、やってみたらここが分からなかったとか、そういうところが出てくるんですね。で、分からないところをレッスンで先生に聞く、まあ、通信講座でもいいですし、通学講座でもいいですし、で先生に聞くと、その分からなかったところは分かるようになるんです。そうするとどんどん上達します。こう一方的に先生から教えてもらってる、レッスンではやっぱりお花を選ぶこともできないんですし、それから与えられたものを生けることはどんどんできるようになりますけれども、実際にこうアクティブにね、お花屋さんに行ってお花を選んで自分で作りたいブーケを作るとか、作りたいアレンジを作るとか、作りたい生け込みをするとか、そういうことができなくなっちゃうんですね。僕はね、ぜひね、こう僕にこうのスクールでも、このフラワー TV でもこうに携わってたというか、見てくださってたりする方には全てにそこまで行ってほしいんです。それで、ね、できればもう本当にね、これ見てる方が、まあ、会社とかで少しこうお花を生けてって言われた時にシャッと生けられるとか、お家にねさっとお花を生けられるとか、常にこうお花がどっかに飾ってあるとか、そういう状況になってくれたらものすごく嬉しいです。なのでぜひね、フラワー TV、N フラワー、そのように活用していってくださったら良いと思います。
ます。なんかまあ僕自身がしどろもどろになってる感じはしますけど、思いは伝わったでしょうか。まあ、分からないよっていう方はぜひね、こうコメントでも、まあ、Nフラワーに実際来ていただいてもいいですし、言ってくださったらいいと思います。あと、まあ、僕もね、この YouTube だけじゃなくて、まあ、Instagram もそうですし、 Facebook もそうですし、まあ、Google もやってますので、まあ、大体まあ連動して記事は上がってきてますけれども、まあそのね、自分の好きなところでこうフォローしていただいて、あ、ツイッターもやってます、何でもやってるんです。なのでフォローしていただいて、まあ、もちろん全部フォローしていただいたらそれは嬉しいですけれども、まあ、そのようにしていってくれたらいいなと思ってます。では新年早々しどろもどろですが、今年もよろしくお願いいたします。まあ、しばらくね、エンディングは逃げ恥っぽいダンスの、僕の下手くそなダンスのエンディングが続きますけれども、まあね、まあバッド評価その辺りがついてるのかなと思うところもありますが、その辺りもご勘弁。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 またなんだし。逃げ恥こいダンス、すげえ難しかったぜ。じゃあな。